今回ご紹介するのは女優の岩真由子さん。1987年2月24日生まれ。出身、東京都。身長、155センチ。2003年に渋谷でスカウトされ、16歳でミスマガジン2003に選ばれ、芸能界デビュー。小悪魔系ルックスの美少女としてデビュー当初から雑誌グラビアで引っ張りだこになります。当初のキャッチコピーでもあった生意気や毒舌のキャラ通り。 バラエティ番組では本音であったり、やや強気な発言をすることが目立ち、トーク番組では司会者であるアカシさんまとの口論の末に泣いてしまうという展開が繰り広げられたこともありました。その後、グラビアアイドルから女優に展示、テレビドラマ、映画、CM、舞台に多数出演しました。女優としては、2004年10月、初出演したテレビドラマ、ディープラブ、アユの物語にあゆ役として主演しました。 同年にはグラビアでの活躍によって第42回ゴールデンアロー賞グラフ賞を受賞しています。2014年映画受難で主演を務め、この作品において主演の彼女が全裸で全力疾走する演技が話題となり第23回日本映画プロフェッショナル大賞新進度優賞を受賞しています。2012年6月時点においては一般男性で年上の会社員と交際していると公言していました。 好みの男性のタイプとして、プロレスラーの天竜玄一郎を挙げられていますが、あくまで好きなプロレスラーに過ぎないそうです。2020年10月1日、同年9月末をもって芸能界を引退したことを自身のインスタグラムで報告し、引退後は介護の仕事の道に進むことを明らかにしました。千二十三年八月十日に、共にミスマガジン二千三に選ばれて芸能界デビューした西田美穂の YouTube チャンネル。 介護士西田の第1回目の収録にゲスト出演を果たしています。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。